はい、皆さんこんにちは。マサイコマチフジです。今回はエーペックスなんですけど、エーペックスはまあ下手くそなんで、ちょっとね、ソシャゲをが好きな人らしく、ガチャということで、エーペックスパックをね、開けていこうかなと思ってます。あ、ちょっとね、この辺がね、ちょっとできれば欲しいなとか思いながら、はい。そうですね。欲しいですね。じゃあ、22パック開けていこうかなと思います。まず1つ目、お、全部青。ミラージュのスキンと P2020 のスキンと、これは G7 スカート。よし、ついていきましょう。ちょっとね、量が多いんでパッパッといっていきましょう。お、金、金来ましたね。これはオクタンのスキンが出ましたね。はい、オクタの金スキン、そしてパスファインダーのスキン、RE45 のスキンということで、3パック目。紫、ブラハーのスキンですね。あとはパスファのバナーポーズ、ミラージュのスキン。4パック目。お、紫。いいな、調子がいいと。なんかこれはスピファインのスキンか。はい、じゃあついていきましょう。5パック目。ああ、まあいつも通りですね。これがハボックのスキン。6個目。全部青。バンガロールのバナーポーズ、これかっこいいな。これ誰のだ。ああ、プラハなんか。7個目いきましょう。ああ、残念。ライフラインのバナー、スキン。8個目。紫。紫。老婆のバナーポーズ。はい、よかった。次が何個目だろう、忘れちゃったからいいか。8個目ぐらいかな。青1個。オクターのトラッカーですね。お、紫。これはモザンピークのスキンかな？ OK、 いいっすね。なかなかかっこいいっす。お、金、金、金2個。そんなことある？ワットソンのスキンと、これは？なんだ？あ、ウィングマン。ああ、こんなスキンがあるんだ。これなかなかかっこいいね。殺人コースになって。お、また金。え、また金2個来てよ。こんな出るもんなのかな、金って。これはなんだ、トリプルテイクのスキン、ファーストストライク。なんかすごいね、迷彩っていうかね、なんかすごいね。これ、こっちが、ランパートのスキン。結構運いいんじゃないかな、これ。金いっぱい出てる。青が1個。ついていきましょう。青が1個。あ、間違えた。 ああ、ちょっと収束しちゃったな。青が2個。まあ、クラフトメタルとかね、まあ、たくさん来ればね、まあ嬉しいね。はい。じゃあ残り5パック、行きましょう。青が2個。まあ、どうでもいいけどさ、なんかこの、パック出してくれ、謎のロボット可愛いね、動きが。お、紫。これは、
ディボージョンのスキン。アイオブザサン。かっこいいね、これ。青くて。さあ、残り3つ。ラスト2個。自分だった。よく見るな、なんか。よし、じゃあラスト1パックいきます。ゴー。あー、残念。でも結構、総合したら金、結構出たよね。金って何パーセント？ 7.4%。すごいね。モンスターなんか、わしごね、12% までんのに。7.4% なんだ。でも、これも、1パックで2個くるって結構、うん、いいんじゃないの？ちょっとまあ、ちょっと相場がわかんないんで、あれですけど。トリプルテイクだっけ？さっきの。あ、これね。これ結構かっこいいね。いいね。あと、金なんだっけ？ウィングマンか。ウィングマン。これか。これかっこいいね。これかっこいいね。一応、金のはね、その、この間の、シーズン後の、やつ。バトルパスのやつで、ちょっと手に入ったもんがあるんだけど。ちょ、これちょっとかっこいいんで、これにしようかな、今度。これなんだ。あとは、あ、これか。ワットソンの、これか。なんか人工知能のロボットみたいな、スキンですね。これもなかなかかっこいいんだ。ロボットガン強いですね。あとはランパーとか。ランパーともね、結構かっこいいよね。というわけで今日はね、エペックスパックの開封ガチャでした。開封ガチャ？開封動画。まあちょっとプレイ動画の方は下手くそなんでね、ちょっとなかなか人に見せられるようなもんじゃないんだけど。まあでもちょっとね、やってほしいなとかあったら教えてください。で、なんなら、アドバイスとか、こういうキャラがいいよとかあったら教えていただけるとありがたいです。じゃあまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。